おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。私、先月、月光を中心としたプログラムで名曲でリサイタルをさせてもらったんですけども、その月光を演奏したのが実は高校生ぶり、約7年ぶりに先月演奏してきました。無事大成功にね、終わり、めちゃくちゃ盛り上がって最高なコンサートになったんですけども、どのような7年ぶりに練習をしてたのかとか、あと7年ぶりに今演奏してみたらどんな感じの演奏なのかを今日はね、ご紹介できたらなと思います。10月2日、愛媛、10月24、大阪、11月7、岡山で、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を中心にね、まあ、最高の曲目でコンサートをするので、そちらもチェックいただけたらなと思います。では早速、7年ぶりに月光三楽章を演奏してみたいなと思います。先月、コンサートをしてから月光は、弾いてません。まあ、2、3週間弾いてないということなんですけども、まあ、今の状態を楽しんでもらえたらなと思います。
はい、というわけでね、パチ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 と、やっぱりね、コンサート終わってから全くね、月光弾いてなかったので、まあちょっとね、ちょこちょこミスタッチはあったんかなと思いますけど、ベースはしっかりね、できてましたね。はい、7年前僕高校生だった時はもう、暴走機関車のようにね、もうこんな感じ。こんな感じでね、演奏してたんですけどね、今はちょっとね、まあ大人になったのかなと、さすがにね、まあ7歳も年を取ったわけです。髭も濃くなり、体毛も、はぁ、言いかけちゃった。まあそんな感じでね、いろんなところが濃くなり、演奏も濃くなってきたのかなと思うんですけども、皆さんはね、暴走機関車の時の僕の高校生の演奏そちらと、まあ今のね、ちょっとね、まあワイルドチックになってタイムをボーボー生えてきたフォルテ君、どっちの演奏が好きですかというわけで、皆さんね、いろんな感想を聞かせていただけたらなと思います。まあタイムを濃くなった最近のフォルテ君はですね、どんな練習をしてたのかと言いますと、まあひたすらメトロノームを鳴らしながらゆっくり練習で、左手だけの練習自分の音を演奏を聞きながら、弾けてないところはないのかと確認しながら練習しました。そして特に、まあ難しいとされてるここね、結構コンサートではね、うまく決まったんですけど、さっきちょっとうまく弾かなくてすいません。だけど、まあどういう風に練習をしてたかというと、ここまででね、弾けてるか確認。こういう感じで指の力をできるだけ入れず、カチカチ鳴らずに、高校生の時にはね、まあまだ若かったってこともあったんで、こうやってガシッと弾いてました。こうやって、こういう感じのね、ちょっとどちらかというと硬質な音だったんですけどね、まあ今はね、もうちょっとね、まあアダルティーになったので、まあ優しく、少しね、ロック的な要素、で、こっから爆発します。高校生の時の僕はこんな感じでしたよね。だけど今はちょっとね、さっきやりかけたんだけど、まあちょっと格好をつけながら、カッコつけながらやりかけた、こういう感じで演奏しました。さっきはい
識したところとしては、前までの高校の時は音を鳴らすというイメージだったんですけども、まあ最近はね、やっぱ活動し始めてから、いろんな音がね、聞き取れるようになりました。このね、左手が上がってくる感じ。でも右手は、これをイメージして、これだけですごい盛り上がる。前まではこんな感じだけだけど、今はまあこういうことがね、まあやっぱできるようになってきちゃったんでね、7年間もピアノを弾くと、みんなも7年間ぐらいはね、最低でも弾こうね。はい、というわけでね、こんな感じで成長してきたと。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。 SNS チェックよろしくお願いします。というわけで皆さん、バイバイ。